うん、なんか指も切れちゃいそうなぐらい。タイムマンの C2MAX と比べてみたいと思います。これら3種類の引き具合を比較していきたいと思います。気持ちすっきりクリーンな味わいがあるかな。皆さんこんにちは、ニフコーヒーの川です。このチャンネルではご家庭でのコーヒーライフがより豊かになるような知識や情報をお届けするチャンネルとなっております。今回はこちら、高級手引きミューンの代名詞コマンダンテ C40MK4 をレビューしたいと思います。ニフコーヒーチャンネルではいろんな手引きミューンをレビューしてきましたが、このコマンダンテまだレビューしていなかったので、かなり詳しくレビューしていきたいと思います。コーヒー好きの方でしたら知ってる方も多いと思いますが、まあ、販売価格5万円とか6万円とかかなり高額な手引きミューンですけれども、まあ、性能がいいということで、まあ、いろんなコーヒー業界の方が絶賛している手引きミューンです。まあ、価格に伴う性能があるのか、また使い心地やどういう方に向いているのかなどをレビューしながらお話ししたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ではこちらがコマンダンテの C40MK4 という最新型のやつですね。販売価格は、まあ、Amazon の並行輸入品だったら 45,500 円とかから販売されてますし、日本の正規代理店のところで定価で購入すると6万円とか7万円とか、使っている素材によって価格は異なりますが、おそらく手引きミルの中で一番値段が高い手引きミルなのかなと思います。まあ、コーヒー好きの方だったら、まあ、結構知ってる方も多い本当に高級手引きミルの代名詞ですね。こちらのコマンダンテ作っているのはドイツですね。ニフコーヒーチャンネルで紹介してきた手引きミル、ほとんどが中国製なので、ある意味高品質な手引きミルだと、このコマンダンテか以前紹介したフレアエスプレッソのアメリカのもの、もしくはもう中国製という感じですね。あとは昔からあるメーカーでザッセンハウスとかプジョーっていうのもありますけれども、まあ、あの辺はベアリングを使用していない結構旧来型の手引きミルですので、まあ、最新の手引きミル市場からはちょっと除外してお話しさせていただきます。手引きミルについて詳しく解説した動画もありますので、こちらも合わせてご覧いただくといいと思います。ではまずこのコマンダンテですね、せっかくなので開封から見ていただこうと思います。それでは早速開封していきましょう。箱やっぱでかいですね、このコマンダンテ。手引きミルが入っている箱とは思えないぐらい大きいです。では開けていきましょう。ここですね、ここも切らないとダメですね。これが中身です。まず説明書です。あとはステッカーもついてきてますね。なんか品質のカード、ステッカーですね。あとは本体が入っています。今回買ったカラーはこのターコイズみたいな色ですね。あとバンドも、素材はアクリルですね。ガラスになっています。ハンドルという感じです。並べてみるとこんな感じ。なんかウールの下敷きみたいなものと、あとはステッカーが2枚で、品質保証という印字のカードと、あとはこちら英語ですね、英語で書いてある説明書が入っています。シリコンなんですかね、まあ、ゴムのバンドみたいなものが付いていて、こちら粉受けと、あとはキャニスター代わりになるものですね。これがガラスのと透明なアクリルのものと2種類あります。で本体とハンドルという構成です。それではまず綺麗なうちに刃を見てみましょう。他の手引きミルと同様ですね、底の部分のつまみを回すと、どんどん粗くする方向に回していくと刃が外れると思います。
外れました。こちらがコマンダンテの刃ですね。新品なだけあって油もついてないですし、非常に鋭いですね。ちなみにこちらがキングラインダーの K2 の刃です。比較してみましょう。K はキングラインダー K2 の方が大きいですね。で、触った刃の鋭さは、鋭さの感覚というとコマンダンテの圧倒的に鋭さはありますね。なんか指も切れちゃいそうなぐらいです。こっちは少しなだらかな印象はありますね。K はやはりキングラインダー K2 の方がちょっと大きいかなという感じです。で、こちら側の内側の刃もこのような感じです。内側とかもこれは多分ステンレスですかね。なので全体的にかなりずっしり重たい印象があります。はい、こんな感じですね。それでは外観を見つつ、ニフコーヒーによく出てくるタイムマークの C2 MAX と比べてみたいと思います。まず本体ですね、はい、見ていただくとお分かりになると思いますが、コマンダンテ結構太いです。私が握った感じだとこんな感じなんですが、タイムマークの C2 MAX だとこんな感じです。太いので、メリットデメリット両方あると思います。まずメリットとしては、こう開けた時に間口が広いので粉をこぼさず入れやすいっていうのがあります。一方で握った時に、男性の私でここまで行くんですけれども、女性の方とか手の小さい方だともうちょっとこの辺になっちゃうかなと思いますので握りにくいと思います。結構私が握った感じでも握りやすさで言ったらもうこっちの細身のタイムマークの方が握りやすいですね。今回選んだのがこういう青い表面マット加工されているものなんですね。これでも抵抗少しはある方ですが、タイムモアのこのしっかりとした凹凸と比べるとやはり滑る印象があります。開けてからいろいろ試し引きしているんですけれども、やはりグリップ力はこのままだと弱いですね。で、同梱されているこのゴムのバンドですね、先ほど出てきましたが、これをはめることによってグリップ力は少し増すんですけれども、これだけかっこよく作ってある中でグリップ力足んないからこのゴムバンドつけるっていうのはもうちょっとなんか工夫してほしいなと個人的には思ったりします。で、下のところは、先ほども出てきましたがガラスの容器をつけている状態ですけれども、プラスチック製の透明なものもありますね。つけることができます。で、こちらのプラスチックの容器の方に関しては軽くはなるんですが、その分やはり静電気は発生しやすくなってくるので、また透明なのでその静電気で残った粉がちょっと目立ちやすいっていうので、ガラスなので静電気は少し発生しにくい感じですけれども、それでも全くないわけではないですね。微粉とかはそれなりにつくというような感じです。コマンダンテに関しては 40g 入ります。で、タイムマークの C2 MAX は 30g 入るということで、容量的にもかなり大きめになっていますね。この2つの重量の違いはこんな感じです。アクリルをつけたのとガラスをつけたものでももちろん重さは変わってきますが、この本体の周りの部分もおそらくこれステンレスだと思いますので、全体的にがっしり重量がある感じです。本体の中心からハンドルの中心までの長さはタイムモアとコマンダンテ、これ距離は全く一緒でした。では比較はこの程度にして、では早速粉に引いていこうと思います。ご視聴いただきありがとうございます。この度ニフコーヒーでは YouTube の動画の視聴者様限定でお試しセットがお得になるクーポンをご用意しました。こちらをご利用いただくとお試しセットが500円安くなります。しかも毎月500名様限定で行っている送料無料キャンペーン、こちらとも併用することができるので、お試しセットが2300円で購入することができます。さらにお試しセットは購入後ポイントが300ポイントついてきますので、実質2000円となります。今まで動画を見てて気になっているけどまだ買ったことないなとか、
ミフコーヒーのコーヒーってどんなものだろう、試してみたいなと思う方は、ぜひこれを機会に我々の作る高品質なコーヒー、また作ったその日のうちに発送するので、すごく新鮮なコーヒー豆を試してみてください。クーポンの対象としては、これから新しく会員登録される方に限定させていただいてますので、すでに会員登録されている方は対象にはなっていないので、それだけ申し訳ございません。詳しくは概要欄に書いてありますので、そちらからチェックしてください。それではコーヒー豆を 15g 引いてみましょう。まず粗さの度合いなんですが、この表をご覧ください。説明書に載っている通りなんですけれども、ここからここまでの幅がエスプレッソにおすすめですよ、など推奨の粗さが出ています。で、今回はこの赤い線が入っているところですね。コマンダンテでおすすめの24クリックのところで引いていきたいと思います。やはり、入れやすいですね。これだけ大きく取られていると。はい、これで 15g ですね。15g 入れてこれぐらいなので、やはり 40g はしっかり入りそうな感じですね。比較としてタイムバーの方も 15g 引いていきたいと思います。はい、では 15g 測りましたね。それでは早速引いていきましょう。まずコマンダンテの方からですね、15g 引いていきたいと思います。だいたい45秒ぐらいですね、引き終わるまでに。で、引いてた感じとしては、まず刃に当たっている粒の数が少なめで、刃が非常に鋭いので回した時の力は少ないなという印象です。本当に切っていくような感じで引くことができます。一方でこの持つ方、やはりここはちょっとグリップ力が足りないな、もうちょっとしっかりとグリップ力がある表面だといいなと思いますので、日常的に引くんでしたらこのゴムバウンドはもうつけっぱなしにした方がいいのかなという感じだと思います。で、本体が結構重たいのと胴が太いので、持っている方の手は結構疲れますね。もう 15g 引くのに45秒とか50秒ぐらいかかるので、1杯分ならいいですけど、結局フルフル 40g 引くってことはあまりしない方がいいのかな、あまり向かないなという印象です。では比較のため、今度はタイムマンの C2MAX の 15g を引いてみたいと思います。はい、はい、終わりましたね。だいたい22秒とか3秒ぐらいなので、コマンダンテとタイムモアの C2MAX 比較すると、粉を引く速さは圧倒的にこちらが速いです。コマンダンテはちょっとずつ引くので、時間的にはだいたい2倍ぐらいかかるという感じです。では引いた粉を見てみましょう。ではまずタイムモアからですね。で、こちらがコマンダンテです。はい、こちらがタイムモアの C2MAX の22クリックですね。こちらがコマンダンテの24クリックですね。
この粉を触った感じとしてはかなり近いものがあります。おそらく粗さの度合いとしては結構近いものがあるのかなという印象ですね。結構この粗さで比較するとなんかそんなに大きな差はなさそうに感じます。タイムマー C2 MAX はこの22クリックが、まあ、私は均一性も一番良くて引く粗さもある程度粗いので微粉も少ないというので C2 MAX にはベストなバランスのところですね。こちらに関しても説明書の通りで24クリック、これがまず一つ目安となる粗さで、これが一番やっぱバランスいいですね。こっちもこれより粗くなってくるとちょっとばらつきが大きいなという印象がありました。まあ、この後ちょっと静止画でより分かりやすいような感じで粗さの比較をしていきたいと思います。目視でしたら結構どっこいどっこいな印象もあるなという感じですね。それではここからコマンダンテで引いたものと、あとはタイムワンの C2 MAX、ニフコーヒーで一番いいと思っているフジロイヤルのミルクコ、これら3種類の引き具合を比較していきたいと思います。まず画面に映っているのがコマンダンテで20クリックから34クリックまで2段階ずつ粗さを変えていったものと、あとはタイムマンの C2 MAX の22クリック、あとはミルクコの 8.5 メモリーを表示してあります。まあ、コマンダンテエスプレッソ引きにも対応している、まあ強いて言うんだったらもうトルコ式のめちゃめちゃ細かい粗さまで弾けるので、そちらの領域は問題なく弾けると思います。他の YouTuber の方やウェブの情報でもエスプレッソはもう非常に美味しく入れられるということなので、どちらかというとこのチャンネルはご家庭向けのお話ですので、エスプレッソというよりかはドリップ抽出の粗さに重点を置いて見ていきたいと思います。まずこの全体画像を見ていただくとお分かりになるかなと思うんですけれども、コマンダンテの24クリックの粗さとタイムマンの C2 MAX の22クリック、やはりこの辺りが一番同じぐらいの粗さなのかなと思います。全体を通して見てみるとコマンダンテ微粉はやはりかなり少ないのかなと思います。一方で粗く引いたものに関しては結構ばらつきがあるなという印象も私は受けます。一個ずつズームにして見ていきましょう。まず20クリックですね。細かくなればなるほど均一性は上がっていき微粉は増えるというのはもうミルの構造上そういうものですので、まあ、それを念頭に置いてご覧いただければと思います。20クリック、22クリック、24クリック、まあ、この辺が一番バランスいいのかなと思います。まあ、20クリックとか22クリックと比べると、まあ、全体に対してちょっと大きめの粒も少しずつ目立ち始めるぐらいですけれども、まだ均一性は保たれているなという印象ですね。でここから26クリック、この辺だと結構大きい粒があるなという印象になってきて、これがどんどん大きくなっていきます。28クリック、30クリック、ここまで来ると結構粗いやつと細かいやつが混在してくるような感じです。また歯に当たる回数も結構減ってくるので微粉というのは少なくなってくる、まあ、目立たなくなってきますね。で32クリック、34クリックという感じです。もう34クリックはなんか砕いてるような感じになってきますし、コマンダンテはもっともっと粗く引くこともできますが、これはさらにどん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 均一性は悪くなっていくという感じです。でタイムマーの C2 MAX の22クリックですね。まあ、これとこちら24クリックのコマンダンテ比較してみると、まあ、タイムマーの方が若干微粉は多そうな印象を受けますが、均一性はなんか似たり寄ったりな感じなんですかね。で最後にミルクコ 8.5 メモリ、この 8.5 メモリというのはニフコーヒーで普段、まあ、自分たちでコーヒーを飲むときに一番これぐらいが美味しいよねと思っている粗さです。ミルクコの特徴はどの粗さに引いても均一性はほぼほぼ一緒、綺麗に引けますね。そのミルクコ 8.5 メモリに相当するぐらい、同じぐらいと言えるのが多分30クリックとか28クリックぐらいなんですけど、もうばらつきの度合いは全然違いますね。ミルクコロのがはるかに整っているという感じです。やはりこれはもう歯の形状というかもう構造上の問題なのかなというところですね。まあ、コマンダンテもタイムマーもコニカルバと呼ばれる、まあ、いわゆる円錐形の形をした歯なんですけれども、まあ、ミルクコに関しては、まあ、こういうような感じでかなり特殊な歯を使っているので、まあ、これによってある程度粗さを持った状態だとかなり均一に引くことができると。一方でミルクコに関しては極細引きは引けないんですね、構造上。なのでどちらかというと粗さをある程度粗い方に特化した歯ということですね。一方でコマンダンテやタイムマーのような感じのコニカルバに関しては極細引きも引けて
ドリップ用の中挽きあたりも引けると。けど中粗挽きとかだんだん粗くなるにつれて均一性は悪くなっていく。これはコマンダンテだろうがタイムモアだろうがもう基本的には変わらないですね。改めて全体を映し出すとこんな感じです。ある程度均一性が保たれていて、それで少し粗めな方、粗く引いた方が微粉は少ないので粗めな領域ということで、24、5、6あたりがコマンダンテだとドリップには適しているのかなという感じです。はい、では目視では粗さ微粉の量大体同じぐらいかなと思いましたので、タイム前の22クリックとコマンダンテの24クリック引いて味を比べてみたいと思います。今回はニフコーヒーの普通、今はケニアのコーヒーですね、こちらを引いて実際入れて飲み比べていきたいと思います。はい、こんな感じですね。タイムモアもやはりこの時期だと細かい粉は粉受けに少し残りますね。ではこちらコマンダンテです。コマンダンテは今回はここのシリコンゴムを巻いてあります。はい、引き終わりました。こんな感じですね。まあ、コマンダンテの方、粉受けの方に残るのはタイムモアと比べるとちょっと少ないかなと思います。一方でこっちの本体のこの部分ですね、上のところにつく粉の量というのは結構あるなという印象です。こちらがタイムモアの C2 MAX、 こちらがコマンダンテ。目視ではほとんど差はないように感じますけどね。どうなんですかね。それでは抽出準備できましたので入れていきたいと思います。はい、ではコマンダンテは抽出終了ですね。こちらのタイムモアの方も、はい、抽出終了です。
はい、ではただいま入ったコーヒーを飲み比べていきたいと思います。じゃあまずはタイムモアの方から飲んでいきたいと思います。いつも通り美味しいですね。非常にバランスよく入っています。ケニアの果実感もよく感じられますね。まあこれを基準とするといいのかなという感じですね。では肝心なコマンダンテの方ですね。いただきます。コマンダンテの方が気持ちすっきりクリーンな味わいがあるかなっていう印象はあります。もうめっちゃ違うっていう差はなくて、意外とブラインドでやったら分かんないんじゃないかなって感じの差ですね。そうですね、コマンダンテの方が透明度は少し高いかな、クリアな感じ、クリーンな感じが少しだけ勝っているような印象です。タイムモアの C2 MAX がかなり頑張っちゃってる感じはありますね。多く飲み比べて感じられるかなぐらいな感じだと思います。差としては、まあ、なかなか判断が難しいですね。物自体はしっかりしているんですけれども、結果をよく比べると価格差ほどのベネフィットは感じにくいのかなっていう印象はあります。はい、では今回は高級手引きミルコマンダンテの C40MK4 をレビューしてきました。映像ではなかったエスプレッソ引きに関してなんですけれども、やはりこのコマンダンテ引くのがちょっとずつ引くので、引く時間は長いんですけれども引く力が弱くて済むというのは変わらないですね。エスプレッソ引きに向く粗さの範囲内で、まあ、真ん中の10クリックのところで 14g、 だいたいエスプレッソのダブルショット1杯分ぐらい引くのに52秒ぐらいかかりました。一方でキングライダーの K2、 こちらは同じ 14g で同じぐらいの粉の粗さを引くのに、こちらの場合だと半分の26くことができました。その代わり必要な力はより強いという感じですね。なんか総じて言えることなんですけれども、コマンダンテの引き具合としては引くのが軽いのがまず一つで、その引くのが軽い理由としては一度に絡む豆の量が少ない、またその刃自体が鋭い、この2つが合わさってめちゃくちゃ軽いんですけれども、結構回さないといけないという感じなんですね。自転車でいう軽いギアで何度も何度も漕いでいくという感じですね。漕ぐ力は必要ないんですけれども、なかなか進まないという感じです。一方でこちらのキングラインダーの方はいっぱい豆が絡むので結構力はいります。その代わり力がいる分、この握るところのシリコンの幅が大きいので、グリップ力は圧倒的にあるので、ある程度力のある男性だったら、まあ早く引ける方がやはりいいのかなというので、個人的には早く引けるこちらの方が相性はいいなと思いますが、力はあまりないよ、握力はあまりないよという方は、コマンダンテのような時間はかかるけれども、非常に軽いミルを選ぶっていうのもいいと思います。また、ドリップ抽出の時の粗さで引くにしても、やはりタイムモア早いですね。一方でコマンダンテは時間がかかるというので、日々コーヒーを飲むことを考えるんであれば、やはりある程度引くのが早い方が相性はいいなと思いました。はい、では今回はこのコマンダンテについてレビューしてきました。今回は結構サクッとレビューした感じなので、もうちょっとこの辺調べてほしいよという声ありましたらコメント欄でリクエストいただければと思うんですけれども、触ってみた私のファーストインプレッションとしては、手引きミルのこの質感としてはすごいしっかりしているなという印象ですね。本体の部分もアルミではなくてステンレス鋼を使っているので、
かなりずっしりきます。まあ、良くも悪くもずっしりくるという感じですね。コマンダンテは、まあ、刃の鋭さ、ニトログレードって言われてますけれども、これは非常に鋭いです。また一度に噛む豆の量も少ないので、非常に少ない力で引くことができると。まあ、これだけ鋭いんだったらもうちょっと豆噛ませてあげて早く引ける方がいいのかなと個人的には思いますが、まあ、これはそういう設計なんでしょうね。で、あとはグリップ感に関してはこのゴムバンドを使えば、まあ、問題はなさそうです。その代わりこれだけ美しく仕上げているので、なんかオプションとかつけなくても握りやすさをもっと追求したデザインとか外装にしていただけるといいのかなと個人的には思いました。ちょっともったいないなと思います。やはりこれを買うぐらい好きな人って毎日使うので、結局毎日ストレスなく使いたいなと思ったらこういう感じでつけると、まあ、なんか iPhone のデザインが非常にかっこいいんですけれども、結局カバーをつけて使っちゃうっていう、それと似たような感じかもしれないですけれども、実用性を考えたらこのバンドを一番握りやすいこのど真ん中ぐらいにくっつけっぱなしっていうことになるんじゃないかなっていう印象ですね。なんかこれはもったいないなという感じです。引いた粉の品質は非常に高いです。まあ、タイムバーンの C2MAX と比べても、まあかすかにクリーンさが勝っているような気がしますね。一方で我々が今粉引き性能だけでいったら一番いいなと思っているミルコ、あれと比べると少し粗い領域に関してはコマンダンテはやはり苦手な部分なんだなっていうのが改めて分かりました。まあ、ミルコの方が均一性も微粉の出る量も少ないなという印象なんですけれども、ミルコ自体粉が飛び散ったりとかするので家庭で使うにはちょっと使いづらい部分も結構あるので、まあ、どちらが優れているっていうのも、まあ一長一短な感じですね。やはり販売価格がどうしても高いので、まあ、私がよくおすすめしているキングラインダーの K0 とかタイムマンの C2MAX、 このあたりと比べて買い替えて劇的に味が変わるかというところだと、おそらくそんなに変わらないと思います。まあ、これはなんか動画をご覧いただいている方もなんとなくそうだろうなと思っていると思うんですけれども、ここは価格差ほどの差はないと思います。このコマンダンテを所有するという所有感が一番大きい部分なのかなというところですね。またどっちが性能いいかって言ったら、多分ちょっとだけこっちの方が性能いいと思います。タイムモアから劇的に味を良くしたいと思ったら、個人的にはやはりミルコに進んでいただくのがいいなと思います。ですが、まあ、日常使いはちょっと使いづらさもあるので、まあ、あくまでドリップ抽出の味だけで考えたらミルコがやはり個人的にはおすすめだなという印象です。今までレビューしたいなと思っていたコマンダンテ、ようやくレビューできました。コマンダンテ買おうかなと思われている方、今回の動画参考にしていただければと思います。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。今回の動画が参考になったとか、ニフコーヒー応援したいと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンの方お願いいたします。またチャンネル登録やリクエストやコメント、または補足情報などありましたらコメント欄にいただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。コスパ抜群の最高級スペシャリティコーヒーはニフコーヒーネットショップで販売しています。詳しくは概要欄よりご覧ください。